ヨルゲン・ブランチアスとイエルゲン・ブルンコルストは、ノルウェーの植物学者である。ベルゲン博物館の学芸員、館長を務めた。後に、政治の世界に入り、1907年から1908年の間、労働大臣を務め、外交官としても働いた。ベルゲンで造船所経営者の息子に生まれた。老いに、花粉分析などで知られる、植物学者のクヌート・ファグリがいる。 中瓶原大学で植物学を学び1885年に博士号を得た。しばらく植物生理学者、ビルヘルム・ペッファーの助手として働いた。1889年にベルゲン博物館の元となる博物館の学芸員の職を得てノルウェーに戻り、1901年に博物館の館長になった。ベルゲン博物館の自然科学分野での 研究体制の充実を図り、オスロ大学との競合に勝って1892年に、ベルゲンに、ノルウェー最初の生物試験場が作られた。多くの科学論文のほか、一般大衆向けの科学書も執筆し、1889年から1906年の間、ベルゲン博物館の出版する科学雑誌、ナツレン、を編集した。 政治的活動としては1895年から1897年の間と1903年と1906年の間、ノルウェーの国会議員となり、1907年から1908年の間は、ヨルゲン・ラブランドが首相の内閣で労働大臣を務めた。外交官としてのキャリアは1906年からでハバナ、中南米に赴任し、1910年から1916年は、 ストックホルムの大使、その後、ローマに赴任し、ローマで没した。ブランチは、植物の学名で命名者を示す場合に、イェルゲンブルンコルストを示すのに使われる。ありがとうございます。